またあの、フードリビング様におかれましては、まあ、もともとですね、地域に寄り添い、地域を共生し、そして地域を丸ごと支えるという高い使命のもとで、公共団体と連携をして、さまざまな地方創生、地域様の対応を進めておられます。京都府でもですね、今までから個人事業キャンペーンですとか、あとは不法投棄の情報提供等については、すでに非常に幅広く研究しているんですけれども、今回、より多くの分野で連携をするというふうに、ご用意いただきましたので、こうした連携協定を結ぶこととなりました。子育て環境日本一の実現を、市政の最終課題に取り組みまして、本日からですね、主要に向けて、子育て応援ベンの設置、6月になればですね、皆様のところの郵便局、それから集配の車両、ポスト等を活用してですね、ウィーガーカウマちゃんプロジェクトの啓発の取り組みに向けておりまして、私が思っておりました、子育てに優しい子育てに本当に大きく貢献されるということで、ご参加いただきたいと思います。私ども現在ですね、JPBIO2025 という中期計画をもとに、いろんな取り組みを行っています。その中の一つが、競争プラットフォームというのがございまして、これは様々な皆様との関わり合いの中で、私どもの有機局ネットワークの機能を高めていこうということでございます。私ども有機局ネットワークを通じて、地域に様々なサービスを提供させていただいております。と同時にですね、地域が反映されることが、私ども郵便局にとっても、非常に、いいことだと思っておりまして、そのためにですね、地域の課題にも一緒に取り組ませていただきたいと思っておりまして、そういう観点から、本日のですね、地域活性化包括連携協定を、東北様と済ませていただくことは、大変ありがたいことだと思っております。子育て環境日本一、などのですね、テーマのもとに、京都府内に442の郵便局がございますが、そのネットワークの中で、いろんなご協力をさせていただけます。また具体的な取り組みについても、今後の連携の中で、試させていただきたいなと思います。そういうことによって、私どもの企業価値も向上させていただければ、幸いなことでございます。